今年中山町が町制施行70周年を迎えるのに合わせある記念日を制定し、今日日本記念日協会から登録証を授与されました。名物がさらなる進化を遂げるかもしれません。10月2日芋煮は芋煮会の日でございます。芋煮会文化を中山町から県内及び県外に広く伝えることを目的に実施いたしました。70年前に長崎町と豊田村が合併して誕生した中山町。節目となる今年、町を活性化させる起爆剤として注目したのが芋煮です。江戸時代、中山町は最上川舟運の船着き場として栄え、棒だらと里芋を醤油で煮て食べたのが芋煮の始まりと言われています。まあ、語呂合わせ的にはいいんじゃないか。大手広告代理店で長年企画業務に携わった森谷さん、去年9月頃から町と一緒にアイデアを検討してきました。県内で挙げて10月2日は芋煮会の日であるということができるんであれば、県としては観光 PR の施策になるかと。10月2日は町内の学校給食で芋煮の振る舞いを検討しているほか、今日からは未来の芋煮を考えるレシピコンテストの受付が始まりました。10月2日が芋煮会の日って聞いていかがですか？時期的にですよね。未来の芋煮に合いそうな具材を聞いてみると、豚肉でも美味しいでしょうね。ホルモン、今流行りの、それは合わないともやっぱホルモン合うと思う、ね、芋煮って話題になると皆さんアイデア止まりませんね。これが山形が誇る芋煮文化ではないでしょうか。自分もやっぱりチャレンジはしてみたいなっていう気持ちでいます。いや、可能性は十分にあると思います。ここを契機にやっぱりみんなして一歩進まなきゃいけない時期だと思うんです。他の地域の芋煮会も文化もしっかりと一緒になって協力していければなというふうに思っています。私たちの舌を驚かす新しい芋煮が誕生するのか、県内の芋煮文化はますます盛り上がりを見せそうです。